これを知らないと肌老化しちゃいます、うん、こんにちは。おはようございます。おはようございます。みさきです。渡辺です。やらないの？あ、やらなくて今日はちょっとすいません。テンション的にね、まだ朝なんで低いんですね、皆さん。すいません。はい、ということで、嘘です。テンション高かったです。はい。今日も始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これを知らないと、肌老化しちゃいます。はい。ということで、みさきのスキンケアクイズ。はい、よろしくお願いします。はい。はい。はい、はい、ということで今日は私、クイズをするんですね。そうです、はい、クイズを出します。よし、僕は答え、回答者、はい、もういないですよ、はい、ということで、じゃあ回答者2人ということで今日は、はい、よろしくお願いします。正解できるか、できないかということで、じゃあ、はい、クイズを早速やっていきたいと思います。じゃあそれではいきます。第1問、洗顔の時のお湯のベスト温度は36度、丸か、バツか。正解は32度から34度です。あ、俺30度やと思ってたわ。あ、そっちです。あ、そっちやで、そっちやで、そっちやで。32度か34度ね。冷たすぎます、ね、はいはい、はい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 。これは冷たすぎても熱すぎても油分がしっかり落ちないっていうのがあって、うんうん、その32度から34度っていうのが皮脂油分をしっかりと流せるベスト温度って言われています。うんうんうん、はい、ちなみにそれってどうやって測るの？これはちょっと難しいんですけど、うん、ここですね。この一番皮膚が薄い手首の、はいはい、ここに当てて、こう温かみを感じる温度っていうのが大体32度から34度、はい、なるほど。ここでちょっと温み感じたら OK ってことですね。はい、分かりました。次いきます、はい、第2問、はい、洗顔の時はくるくる転がすように洗うか、プッシュさせて泡の弾力で洗うか、これはどっちでしょうか？2番、パフパフします。ピンポンピンポンピンポン、はい、これでやったもん、昔な。あ、やりました ね、はい、覚えてました。覚えてた、覚えて、昔の、ね、動画あるんですよ。三崎流洗顔のね、そこでやりましたから、はいはい、こちらは、うん、このくるくるさせてしまうことによって肌に触れてしまう可能性が出てしまう。傷つけるってことですね、はい、これが摩擦の原因になって肌を傷めてしまう原因になってしまうので、うん、なるべくこの弾力を使って、うん、この動きで汚れをキャッチしてもらうように洗うのがベストです、はい、泡のクッションで洗うってことがポイントですね、はいはいはい、では第3問、はい、とにかく保湿、丸か、バツか。めっちゃ中とにかく保湿だと思います。何でもかんでも。丸ですね。丸ですね、これは。ピンポンピンポンピンポン。そらもう、そら、いやもう、そらそうですよ、はい、基本的にはもう。はい、こちらはもう、うん、とにかく、まあ、自分に合った保湿の成分っていうのはあるんですけど、うん、これはまずは保湿をするところから始めていくのがベストです。そうですよ、だからね、蚊に噛まれた時とかもね、やっぱ保湿して治すっていうのが一番ベストだからね、はい、虫刺されが結構最近多いんでね、はい、僕もしっかり保湿します。はい、次いきます。問題、第何問ですか？4問いったと思います、はいはい、なんで俺が4問はい、クレンジングをするとき、メイクを落とすときですね。クレンジングをするときは、はい、なるべく時間をかけてマッサージをするように落とす、丸か、バツか。いや、これは多分あんまやりすぎると肌に負担がかかるから、バツ。ピンポンピンポンピンポン。完全にもうあれやね、もう美容男子っていうかいや、もうおじさんか、おじさん、はい、こちらはバツですね。バツですよね、はい、やっぱ強いんですもんね、そういうクレンジングとかの成分って、ね、背面活性剤っていうのが入っているので、うん、これはなるべく早い時間で、うん、マッサージではなくぬるま湯で乳化をさせながら洗う、うん、これがベストです。だからもうちょっと白くさせるってことですよね。そうですね、しっかりとね、はい、分かりました。次いきます、うん、第5問、化粧水は手で入れる、丸か、バツか。丸、難しいな。
丸じゃないですか。いやでもコットンだと僕も思うので×にします。じゃああえて、あえて、はい、これは私のおすすめは丸です。どういうことだって正解はないってことかな。正解は四角です、ね、四角だ三角じゃなくて、はい、うん、四角ね、はいはいはい、はい、これはどっちでも大丈夫なんですけど、どっちも大丈夫、はい、コットンだと量を間違えてしまうと摩擦の原因になってしまうので、薄いあのカスカスだと。あ、そうです。あ、なるほどね。なので、はい、これはコットンを使用する場合はしっかりひたひたの、はいはい、状態でやってみてください、うん、なので私のおすすめです、うん、私のおすすめは手でたっぷりと化粧水を取って手の温度で浸透させていきます。こうすることによって肌が変化してくれるのが分かるので、これをしっかりやることで肌がこう柔らかくなったっていうのが浸透した合図になります。いやもう優しくこうずっとこうつけていくと、ね、柔らかく弾力が出てきたら OK です、はい、なるほど。こちらをやってみてください。わかりました、はい、優しくやるね。優しくです。これこうあの中川家のあのレイジさんみたいな感じでやったらあかんとこだよな。やったらダメです。 あれは結構やばい。そうやった。わかりました。優しく、はい、優しく、はい、はい、やってください。次です、はい、第6問、はい、乾燥がひどいから毎日スチーマーや美顔器をやってもいいか、丸か×か。いやこれはそんなもう引っ掛け問題と思うから、やったあかん、ダメ。正解です。ほら、見てみよう。ピポメポメポン。はい。毎日やりすぎたらダメです。なので、何でもやりすぎたら、やりすぎたら、はい、あの肌がこう、うん、チーマーっていうのは肌をこう毛穴を開いてくれる効果があるので、うんうん、より浸透していくんですけど、うん、これは肌が傷んでしまう原因にもなってしまうので、やってて肌がピリピリという感じが出てきてしまったらやめてください。なるほど。ピリピリを感じたらやめろと。はい。それまではやっていいと。それまではでもまあ2日に1本ぐらいの方がいいと、ね、そうです。少なく多くてもそれくらいです。だからもう、まあ、3日に1回、はい、4日に1回、はい、とかちょっと開けてやる方がいいと思うんですね。はい、はい、分かりました。第7問、はい、ニキビが出やすいから毎日拭き取り化粧水をしてもいい、丸か×か。刺激を与えたらダメだとなんか思うんですよ。だから×。ピンポンピンポンピンポン。まず拭き取り化粧水があんまピンときてないんですけど、まあ、はい、なんか多分こういうコットンみたいなやつですよね。あ、そうですね。でやるってことですよね。あんま良くないと思います。はい、はい、拭き取り化粧水は拭き取るので、うん、汚れを落とす効果があるので、うんうんうん、毎日やりすぎちゃうと、うん、あ、なるほどね。ニキビのところに乾燥させてしまって、はい、炎症を起こしてしまう可能性があります。なるほどね。あとでも刺激もありますよね。だから刺激も出てきますよね。だからあんまり良くないと思うんですよね。はい、余計乾燥してしまう可能性もあるので、うん、まずは保湿をしていきましょう。次です。はい、もう次、もうラスト、ラストです。ラストか。はい、これがいいです。あとで概要欄皆さん貼ってきます、ね、ラスト問題、はい、出て肌質関係なく、うん、化粧水、美容液、クリーム、乳液とフルで美容方法をやってもいいか、丸か、わずか。これちょっと難しい。いや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 、もう絶対やった方がいいと思います。それは基本的にはもう皆さん当たり前のようにやった方がいいと思うので、はいはい、もうこれも、はい、むかつくなだから、はい、違うんで、これは×です。これ×なんですね、はいはい、これは女性は特になんですけど、うん、その時の体調の変化だったりとか、うん、生理周期ですね、うん、このホルモンバランスによって肌質が変わります、うん、なるほどなるほど。なのでその時に肌を見極めて、うん、必要な栄養だけこう摂取していくっていうのが大事です、うん。もうそこってでも自分で判断できない可能性もあるから、一回専門家の方に見てもらった方がいいですか。そうですね、結局そうなります。うわ、でもね、一回でもね、プロの方に見てもらって、ね、あんたこれこうですよって、肌こうですよっていうのを見てもらった方がね、多分確実だとは思います。ただ一つ言えるのは、はい、年齢を重ねることに必要な摂取を増やしていくっていうのが大事になります。若い頃に乳液までやってしまうと逆に肌老化っていうのが促進されてしまうので、肌が結構傷んでしまう。
必要じゃない時にそういう部分を入れてしまうと老化の原因になるしってことですね、はい、必要な時にこれを入れてくださいよっていう、まあちょっとこの辺ね多分説明すると美咲さんで1時間ぐらい喋ってしまう可能性もあるんでこれも概要欄にね、まあ年齢別でこんなことやっといた方がいいよみたいなことは、書いておきますので、はい、書いておいてくれますやります、はい、なので、はい、あのそちらでご覧いただければと、こんな感じでね今日は俺何問正解、まあもうほぼほぼ正解よかったですね、はい、ほらもう40代目前やったら何でも知ってますよ、もう40代、人生経験豊富になってきてますからねはい、はい、ということでね、でもう美容おじいちゃん、おじいちゃん早いな、おじいちゃん、まあ、中年男性ということでね、はい、はい、あの一応僕もねちゃんと、まあ、こういう仕事してますので、はい、ちゃんとやっていきたいと思います。結構勉強になると思います。はい、うん、私も常に勉強していきたいと思います。またね、こういったスキンケアだったりとかね、まあ、たまに2人で洗顔やってみたりとか、まあ、洗顔やりながら世間話をしてみたりとか、はい、まあそういったことをね、はい、もうやっていきたいと思いますので、はい、あの皆さんお気軽にまたご覧ください。お願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。